バラガ軍はアメリカ合衆国ミシガン州アッパー半島の西部に位置する軍である。軍名はフレデリック・バラガ司祭にちなんで名付けられた。2010年国勢調査での人口は8860人であり、2000年の8746人から1.3%増加した。軍庁所在地はラーンス村であり、同軍で人口最大の村はバラガ村である。 軍内には、オジブワ族のラーアンスインディアン居留地がある。ヒューロン山地にある、ホグバック山、手前は、ウェットモラランディングアメリカ合衆国国勢調査局に、よれば、軍域全面積は1068.85平方マイルであり、このうち陸地904.00平方マイル、水域は164.85平方マイルで、水域率は15.42%である。 バラガ郡は、スペリオルコ湾、アッパー半島にある。キーウィーノー半島の南東側付け根がある。バラガと、ラーンスの村は、スペリオルコのキーウィーノー湾王にある。ポイントアベイという半島が、スペリオルコに突き出し、ヒューロン湾を作っている。アーボン山が、州内最高地点であり、標高は1979フィートである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アメリカ国道141号線沿いのバラガ軍、堺標識軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など、社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。 軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。バラガ軍は、下記5つの軍区に分割されている。ありがとうございます。